成長すると髪が生えて皮がむけてくるものは、え、これなんかあれだな、成長すると毛が生えて皮がむけてくるもの、おう、いや、チンコだったわ。のどいてー。だいぶ日をまたいでのいじめ子虐殺ゲーム、もうワンチャンね、不登校だってもういじめられなくなったんじゃないの。その域まで達してる気がするんだが、おー、やんなくてよくね、忘れてんならあのね、お友達たち、いいべ、もうやめようぜ。まあそんなことはね、いけないわけなんですよ、義務教育ですからね、学校はね。ということで早速いじめっ子虐殺ゲーム続きやっていきたいなと思います。もうだいぶやったんじゃない、言うて最後らへんじゃないのかな、1時間55分やってるね。さあ、懐かしなクラゲさんからのスタートでね、どこまでやったんだっけ。あ、前回が息臭い女だっけ、それ私だ。あと半分か、長いな。まあこのお部屋行ってないから行きましょうか。はーい。お、なにこの子。続き、キリトリセンちゃん、うわー、傷跡の世界やっていきましょう。音楽もポップになってきたな。え、なんだろう、カーテン、え、想像がつかない。僕の予想、絶対保健室な気がするな、このカーテンとかのね、見ると。で、何か起こったんでしょう、どうせ。もうやだー、もうここまで来るとね、情けなくなってくるよ自分が。こんなに下手くそすぎて、どうなってるの、どっち行くの、どっち、やばいやばいやばい、ねえ、もうほんとキモいな。てってて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 て、こうこうこう、そしてよいしょ、いったね、いいですよ、一発でいけた。よーし、ふーちゃん、成長すると髪が生えて皮がむけてくるものは、え、これなんかあれだな、成長すると毛が生えて皮がむけてくるもの、おう、いや、チンコだったわ。一周回って考えたけども、やっぱ行き着く先はあそこだったね。なんだろう、わからない。まあ多分違う扉に他のキーアイテムがあるから、それ拾って開けるんだろうね。何なんだろうね、僕はあそこしか思い浮かばなかったんだけども。よ、じゃあ早速行ってみますか、部屋に。パンパンパクパン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 パクパン、うわ、すげえ、なんか違うアイテムもらうんだけど。え、冷蔵庫、お前担げるのそれ。今後の戦いに何か支障が出ないのかな。帰れて、おー、そりゃ帰るわ。さあ、扉来た。ここは何のあれなんだろう。もうふーちゃんはいいんじゃない。いや、また会ったね。もうテンプレートやんけこれ。うん、私のこと思い出してくれた。まだよくわかんないんだよな、おっぱいか女しかね、印象にはないけど。うん、まだ。そっか、それは残念。そういえば、腕につけているブレスレットにはポイントが表示されるらしいよ。あ、何？これって何のポイントなの？なんだろう、よくわかんないね。え、あの自販のやつなんじゃないの、道具のやつ。また会ったらよろしく。何の話だったの？あなたも誰かとゲームをしたの？どうかな。こいつ何だったんだよ。話す時間がもったいないでしょ絶対。こちら、だるまの部屋。お、なんだろう、はい。声もまともに出せないやつはクズ、挨拶できないやつは礼儀知らず。まあ確かにそうだな、目上に挨拶するのは当然、声が小さいやつはムカつく、可愛こぶってる最悪なやつがいる。もうこいつなんだろうな、主人公だね。毎回ね、こいつがいけないなと思うんだよね僕はね。原因はこのいじめられてる子ね、なんかわざと嫌われてるようにしか見えないんだけど。痛い、なんだか頭が痛い。2、うまく挨拶ができない。教室に入って、私は誰にも挨拶をせず、そのまま席に座った。特別親しい友人もいなかったんじゃないかな。自分から話しかけるのは苦手だった。私は声が小さかった、挨拶はめんどくさかったし。はい、ここダメポイントね。挨拶なんてしなくても同じだと思っていた。お前だからだよ、相手も迷惑なんじゃないかなって思った。何あいつ、挨拶もしないで、マジ死ねばいいのに。なんか暗いよね、気持ち悪い、感じ悪い、消えちまえばいいのに。
挨拶もしないで失礼じゃない？本当にもうくっさ歯を磨いていない。授業中教科書の読み上げを命じられた。読んだ。次はもっと大きな声で読んでくださいね。先生に怒られた。私の声が小さかったのはお前つきだ。私は悪くない。何あいつやる気ないの？なんかムカつくよね。ずるい。自分ばっかり楽して。私は悪くない、私は悪くないんだ。きっと大声出すのは勇気がいるし、怖い、恥ずかしいし、できない。今の出来事も私の記憶だろうか、私は少しずつ思い出しているのだろうか、ここに来る前の真実を。あ、あの人見たことがある。確か同じクラスの人だった。名前はキリトリセンさん。おー、まだ思い出せない。なんかジブリにいそうだな。あまり良くない印象だと思う。おー、あの子もトランクを持っていると。キリトリセン絶対ハサミだろ持ってるの。やば、めっちゃ揺れてるし。ルール確認してきたら、あ、まあそうだったわ。毎回ね、あるんですよねこれね。はい、まず鍵付きのボックスの中に入っていただきます。はい、話し合いで先行国語を決めますと。先行の方は自分のボックスのボタンを押してください。ボタンを押すとゲームが開始します。10分以内に自分の行動を大声に宣言してください。右腕、左腕、右足、左足、パス、はい、5つのうちいずれかを宣言してください。お、どれかを選ばれたかは音声マイクで判断しますと。宣言した部位を、え、相手の体から切断します。ちょっと待って、怖いんだけど。いきなりパスが選ばれた場合は相手の順番になりますと。どちらかがだるまになった場合、何もなくなったってこと？その時点でだるまでない方が、勝者となります。ボックスのロックが解除されます。勝者は青い扉に進んでいただきます。なんかめちゃめちゃグロテスクなゲームになっちゃったんだけど。2人が勝者となります。ボックスのロックが解除されますと、1人が赤い扉、もう1人は青い扉に進んでいきますと。2人とも同じ色、まあこれは前と同じゲームでございますね。はいはいはい、まあ最終的に私が青色に行くと。でまたゲームが続行するっていう感じね。殺さなかった場合の話ですよ。はい、じゃあまあ行ってみましょうか。だるまって要するに何？手足が全部切断された状態だよねって。怖いなって。いや怖いっていうレベルじゃないだろ。ゲームを開始する。はい、まだ相談してないけど相談しとく。じゃあ相談するか。せんちゃん、はい、ちょっと相談してみようかな。久しぶりよね。ちょっと僕は好きなタイプの顔よ。え？ああ、イライラする。今のため息でいきそう。困ったことになっちゃったよね。なっちゃった。うん、そうだねって。私は適当に相手の言葉に合わせていたと。でも心配ないよね。え？どうしたの急に？私とあなたの仲なんだから。急にそんな距離縮めてくる？セイはニコニコしている。私に友好的な態度だけれども、私は本当にこの人と仲が良かったのかな。二人でちゃんと協力すればさ、はい、こんなのすぐに脱出できるよね。おお、根がちょっとやらしい。なんだろうこの違和感は。さっきのゲームでも感じていたこの感覚。頭が痛い。私の閉ざした記憶が蘇ろうとしている。まただ。ここはどこだろう。そうだ、私の記憶だ。はい、教室に私は立っていた。私の周りをみんなが囲んでいた。私は焼きそばパンを持っていたって。違うだろ。声が変わったぞ。目の前にセンサーが偉そうに立っていた。私さ、うん、アンパンって言ってね。どっちでもいい。そうだ、思い出した。私はこの人に頼まれて購買部に焼きそばパンを買いに行ったんだった。ほう、パシリだった。こんな脂っこいもん食えるかよ。いや、まあそれは学校に失礼だろ。大声で私を叱りつけた。いや、確かに焼きそばパンだって覚えている。確かにこの人は焼きそばパンだったって言ってたんだ。気が変わったんだよ。なんというまさかの展開。それぐらい空気読めよ。すいませんした、むちゃくちゃなった。私は何も悪くないと思うけど、とにかく私は謝るしかなかった。謝れよ。ごめんなさい。声が小さいんだよ。やばい、めっちゃもうブチ切れてるやんけ。目が大変なことになってるってセンさん。確かに私は声が小さかった。でも私はもともと声が小さいし仕方ないと思う。あのお金は？まだお金払っていない。焼きそばパンの金額は私が立て替えたのだ。注文間違えといて金取るのかよ。いやいやいや、間違えたんなら責任持って
自分で食えよ。それはちょっとおいしい、いい話だな。お腹空いてるしね。こないだのいじめで私空腹だとか言ってたからな。セイはパンを奪い取り、え、私の頭に投げつけた。話が違うぞお前セイ。私の頭と顔は焼きそばの油でベタベタになったと。受けるわよその格好。ほらみんなも笑ってるわよ。笑ってんの本当に。よかったわね、笑ってもらえて。まあいつも滑ってるからちょっと嬉しいな。クス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 。この場の雰囲気に合わせてみんなで笑顔を作っている。でも誰も助けてくれない。私は一人で悲しくて涙が出てきた。誰も私の味方はいない。あなた泣き声も小さいのね。私がもっと大きい声が出せるように特訓してあげるね。何ですかその特訓って。ぜひお願いします。セイはポケットからカッターナイフを取り出した。ちょっとそれは違うな。チキチキとカッターの刃を出したって。何チキチキって。嫌な予感がした。いや何するの。ああもうイライラする。どうするのよ。いややめて。線が私の手首にカッターの刃を当てた。はっ。じゃあ僕のセリフじゃなかったわ。一緒に言っちゃった。痛い。ギャー。痛々しい赤い線の傷跡が手首についた。線は連続で私の手首に刃を滑らせた。いや自分でやれよ。痛い。いくつもの赤い線が私の手首についた。痛くてひどい傷跡だった。痛いよ。私は痛くて大きな悲鳴をあげた。ちょっとは大きい声が出せるじゃない。私のおかげね。感謝しなさい。ありがとう。セイは偉そうに言った。感謝なんてするはずがない。ただひたすら憎かった。めっちゃ笑ってる。痛いよ。私は泣きながら早くこの時間が終わるのを待った。手首には傷跡が残った。涙が止まらなかった。彼女がいじめのリーダーだったのだろうか。でもその集団の一番奥に一人忘れられない人物がいたような。思い出した。私はこの人にひどい目に遭わされたんだ。え、手首を見ると確かに傷跡が残っていた。でも最近リスカなんかね結構みんなやるからね、なんかそんなにまあ許してもいいんじゃないって。もういやー許さない。今回に関しては毎回許してきたからさすがにね、今回に関しては許さないよ。てか許したら私ね全部なくなっちゃうよ。もう完全に手首足首ね。それはちょっとやばいから許さないでおこうか。さすがにちょっと許せないよ。こら。私はこの人にひどい目に遭わされた。腕には今も傷跡が残っている。何より心の傷がとても深く苦しかった。死にたかった。当然許すことなんてできなかった。つまりずっとパスし続ければ二人とも助かるってことね。いやそんなことない。一体何時間かかっちゃうのかしら。いやもう速攻で終わる。お前をもう殺してやるからな。イライラするな。イライラする。こっちだよ。時間がもったいないからさっさと始めちゃいましょう。なんやねんお前。ちょっと待つ言うてたのに。二人でパスを続ければいつか制限時間が来る。そして二人とも脱出できるのだ。それがここで取れる最善の策なのだろう。でも私にはそれより先にまずしてほしいことがあった。ちょっと待って。始まる前に謝ってほしいんだけど。はぁ、あ、謝れよ。テンはイライラした態度で憎んできた。前に学校で私のこと傷つけたよね。カッターでたくさん私の腕に傷つけたよね。まずそれを謝ってほしいんだけど。そんな昔のことどうでもいいでしょう。確かに忘れます。今はとにかく脱出するのが先。脱出してから聞くわ。オッケー分かった。ごめんなさい。では呆れたように言った。確かに彼女の言葉は正論だった。でも私は引かなかった。ダメ。ゲームを始める前に謝って。謝れ。私と対等の立場になって。そうしないと私は線を睨んだ。何よその目は。お前もだよ。もしかして裏切るって言いたいわけ。私の腕でも切り落とそうっての。そうだ。線は傷つくことを怯えている。なんでだよお前。人になやらせといて。怖くなったのだろうか急にこちらに対して威圧的な態度になった。ねえ分かってる。なんだよ。もしあんたが私の腕を落としたとしたら、おい私は
絶対に反撃するわ。いや反撃しできないぐらい痛いんじゃないのかそれは。あなたも腕を切り落とされちゃうのよ。そんなのお互いに不利益なだけじゃない。だから私もあなたもパスし続けるしかないの。わかったら、つまんない意地張ってないで素直に私に従いなさい。おお、私は許さない。気が強いなこの子も。なのその目は。ごめんなさいね。あなたは声が小さいゴミクズなの。人前で大声で話す度胸もない。クズ女なの。もうクズ女だよそこいつは。やべえんだよ。マイクにまで声はちゃんと届くのかしら。もう届くわけねえだろうが。せいぜいゲーム中は小さい声で迷惑かけないでちょうだい。そんな腕の傷どうでもいいじゃない。あなたが自分の責任で作った傷でしょ。確かに。だから正論すぎてさ、もう諦めようかな。自己責任よ。私は何も悪くないわよ。君もね、ちょっとはあったかもしれないけれどもね。謝る気なんて全然ないから。あーもう意地張ってるわ。もう女もゴミだな。ゴミみたいな人間なんだから。いやお前もだよ。もうなんか二人ともね、しょうもなさすぎる。おー、私が教育してあげたことに逆に感謝してほしいわ。くだらないことで反抗しないで、さっさと脱出しましょう。あーイライラする。おーイライラしてきた。あどうしたどうした。ゴミクズのザレ事で余計な時間食っちゃった。めっちゃ言うやんけ。あ、私が取った行動は急いでボックスをかぶる。え、なんだこれ。様子を見る。これちょっと見るか。私は決意した。私は急いで重いボックスを持ってかぶったどこお前どこから見つけてきたんだよそれ。直後にすぐスタートボタンを押した。勝利には絶対に先手が必要。え、ちょっと待って。セイは完全に出遅れた。セイも慌ててボックスをかぶった。あーなんか置いてあるんだっけ。ちょっと変なこと考えたらあなたも死ぬのよ。おお。あなた死ぬのが怖くないの。怖いよそりゃ。死ぬのなんて怖くなかった。嘘つけよお前。さっき死ぬの怖い言ってなかったっけ。あでも死にたい言ってたんか。死ぬより辛い日々だったんだって。おお。ゲームをスタートします。質問はありますか。あのそのボックスの雑さどうにかならないですか。質問。私は確実にこの勝負に勝ちたかった。私が確実に勝つため確認したいことがあった。質問して確かめることにした。なんだろう。はい、質問内容はチェーンソーの切れ味について関係ないんじゃないかな。これはマイクで何を聞き取るか。はい、こっちの方が重要な気するけどね。聞き取るか。質問した。マイクでは何を聞き取りますか。行動内容です。はい、当たり前じゃない。何聞いてるのよ。確かにごめん。もう今日タジタジセンちゃんに謝ってるんだけども。そんなの聞いてどうするの。確かにね。私は確信した。え、私は絶対に勝てる。僕より頭いいぞこいつ。このボックスには魔法がかけられているから。うん。は？何寝言言ってんのよ。何言ってんだよお前。そんなはず。そんなはずないだろ。私は自信満々な態度だった。線は焦り始めた。やめてよ。嘘でしょそんなの。おお、まあ、心配なのはな。線の顔が青ざめていく。何よ、魔法なんてでっち上げよ。いや僕もでっち上げだと思うけどね。あるわけないじゃない。イライラするな。どんだけイライラするねお前。明らかに取り乱れていた。何かトランクに武器でも入ってたの。こんなことしたくなかったけど。線は袖口から隠していたカッターを取り始めた。やっぱあると思ったべ。暴力はダメだってルールはあったけど。はい、私がダメだなんて一言も書いてなかったわよね。お前その目で言ったら多分私の手切れないぞ。チキチキと肩の歯を出す。はい、あなたが変な気を起こさないように私が押さえつけててあげるわどうやら私をカッターで脅して無理やりパスをさせようとするらしいと。だるまとしたい、どっちがお好みかしら。なんか戦闘態勢になっちゃったよ。あ、セイは私に襲いかかってきた。私は紙一重で避けた。もう確実にここの姿がすごくいやらしい。どんなプレイし始めてんだよ。他に質問はありますか。ない。プレイヤーは行動を宣言してください。右腕。私は大きな声で高らかに宣言した。今まで出したこともないような大きな声だった。
命がかかっていただく。右腕を切断します。ギョイえ、表現できないような大きな悲鳴が響き渡った。ゴリ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 、骨の削れる音がした。ね、グロいんだけど。千の右腕が地面に落ちた。そんなお前言えるの？痛すぎて何も言えなさそうな気するけど僕。お前よくもイライラする。絶対セリフ間違えてる。それよりも痛いとかじゃないの？絶対に殺す。やば、殺してやる。めっちゃ怖いんだけど。パス。パス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 。何言ってんだよ。次は私の。次のプレイヤーはパス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 。次は私の番だろうが。行動。パス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 。わあ、なんか僕が頭おかしいみたいになってるんだけど大丈夫これ。宣言。パス。して。パス。下。パス。再パス。勝った。パスが宣言されました。私の番は。え、なんで？次のプレイヤーは左腕を切断します。ちょい。線のボックスの中でまたチェーンソーが動き出した。また線の大きな悲鳴が響き渡った。ゴリ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 。また骨の削れる音がした。線の左腕が地面に落ちた。あーもう怖い。めっちゃもう怖いんだけど。線は一気に両腕を失った。ねねえ、ちょっとマジ怖いこのゲーム。失血たるようでもう失神寸前だった。勝利を確実なものにするため私は線を蹴り飛ばして仰向けにした。マウントポジションで線の上に乗りかかり両手で線の口を塞いだ。これは暴力じゃないわよ。辛そうなあなたに私が顔のマッサージをしてあげるの。感謝してちょうだい。次のプレイヤーは行動を宣言してください。めっちゃ怖い。喋るのが辛そうね。私が代わりに宣言してあげるわ。てんてんてん。パスで。パスが宣言されました。次のプレイヤーは行動を宣言してください。さて右と左どっちがいい？ごめんなさい、両方同時は無理なの。右がいい？左がいい？左がいいの？じゃあ右足を切断します。線は言葉にならない悲鳴を上げた。コリ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 。右足がゴトンと床に落ちた。これ絶対許した方が良かった。線は確実に失神して気を失った。もう何も喋れないのかしら。次のプレイヤーは行動を宣言してください。パス。パスが宣言されました。次のプレイヤーは行動を宣言してください。左足を切断します。もう線は気を失って悲鳴も上げなかった。ショック死している可能性もある。勝者プレイヤー1、ロックを解除します。私はボックスを脱ぐことができた。地面には手首2本と足首2本、それと首のついたボックスが転がっていた。もしあなたが最初からカッターで脅していたら私だって危なかったかもしれない。生きているか死んでいるかわからない線に説明した。ルールによるとマイクでは行動内容を聞き取るとあった。それはつまりどちらの発言かは判別していないということ。私はそれを見てすぐに判断した。これはより大きな声でより早く叫んだ方が勝ちだと。それが私のボックスにかけられた魔法。私が必ず勝つと言った理由。私の手首の
傷はいつか消えるかもしれないけど、心の傷は一生消えないのよ。死んだあの世で反省しなさい。私は千に背を向けた。でも私も悪かったのかもしれない。臆病で学校では小さな声しか出せなかったから、聞いてる相手も迷惑していたのかもしれない。もし大きな声が出せるという自信がついた今なら、あなたと私は違った形で出会っていたのかもしれないね。なんだか気分が悪いわ。先を急ごう。もう確実にこいつやばい。いやなんか、俺に関しては女の子悪いしな主人公声を出せなかったのがいけなくねって思うけど、これさ赤色の扉でさやったらゲーム終わるのかな。はい、固く閉ざされている。は？開けねえんだけど。そうなんだ、これ一人のみの勝利は青色の扉で行かなきゃいけないのね。あーなるほどね。じゃあ青色行くか。はい、なんか今回のはもやってきたな。まあ挨拶はきちんとしなさいってことですね。いやクラゲだよ。あーどうもこんにちは、おはようございます。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方はパソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてねツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。